はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート285ということで285週目、いきたいと思います。今週のテーマはですね、はい、まあ、成年後見制度ということで、進めていきたいかなというふうに思います。まあ、私もですね、先般ですね、これの勉強会っていうのに参加してきまして、まあ、勉強会っていうことでも、それぐらいのレベルでもないっちゃないけど、あるっちゃあるっていう、本当にね、どれぐらいあるな、45分ぐらい、の話でした。で、本当にざっくりですね、15分ぐらいで話をしてくれて、まあ、20分ぐらいでですね、それぞれのこうグループワークでね、話して、まあ、ちょっと専門的な方が、各テーブルについていただいて、その方にこう質問をぶつけていって答えをもらうっていう形で、まあ私が一番ね、好きな形で、まあ本当にね、インプットだけでこう聞くだけのやつって結構ね、まあ、それはそれでいいんですよ。それはそれでいいんですけど、なんか結構疑問に思ったことをどんどんぶつけられる方が自分の吸収力高いじゃないですか。ここ聞きたいな。でも、みんなの前で手挙げていっぱい聞くのちょっと嫌やなとかあるじゃないですか。なんで、そうグループワークにするともういっぱいね、質問ぶつけまくれるんで、まあそういった方が僕好きでですね。まあ実際今回のね、グループワークの中でも、まあね、4人いたんですけども、ほぼ私がね、質問ぶつけすぎて、まあ他の人がね、話聞けないみたいな状況もちょっとあったりしてね、ですね、最後はちょっと、私の反省でも誤りでもあったんですけど、まあそれなりにね、しっかりと自分の中で、あ、こういうものかっていう理解もね、少し深まったので、まあそれはそれでね、ありがたいかなというふうに思いました。まあ、そもそものところで言うと、まあ、知的障害、精神障害、認知症等によって、まあ、一人で決めることに不安や心配がある人が、様々な契約や手続きをするときにお手伝いをする制度。それがね、成年後見制度っていうところで、まあ、あくまでね、この契約や手続きをするときにお手伝いをする制度っていうところで、まあ、そうですよね、知的障害、こういう方が、まあ、あるのかなっていうところで、まあ、僕もね、ちょっとね、去年が半年以上前ぐらいから少しね、こう、興味があって、ものではあったので、まあ、参加したっていうような形ですね。で、具体的にどういうものをやるかっていうと、まあ、医療福祉サービスの契約や手続き、まあ、消費者被害から本人を守ったりですね、お金の出し入れ、財産の整理、まあ、管理を含めてですね。で、定期的な状況確認ということで、まあ、こういうことをね、まあ、成年後見制度ってやっていただけるんですけど、一方でね、できないことっていうのもね、ちゃんと決まってて、まあ、手術をするかしないかを決めるとかですね、まあ、調理選択家事、日用品の買い物など、身の回りの世話とかね、毎日訪問とか、こういうのはもうね、できないとか、まあ、しないっていうことでしょうね。だからまあ、ここ、定期的な状況確認っていうところも含めて、これをね、課題に見て、じゃあ毎日来てくれとかですね、こういうこともやってくれっていうことでは、成年後見制度ではなくてですね、あくまで医療福祉サービスの契約や手続きとか、だからね、消費者被害から本人守ったりとか、まあ、財産の整理とかですね、管理とか、お金の出し入れとか、こういうところの、お手伝いをしていくっていうね、そういう制度ではあります。はい。で、僕もね、あんまり知らなかったんですけど、ここですね、任意貢献と、まあ、法定貢献っていうのがあって、まあ、任意貢献っていうのがね、まあ、よく、もうなんか俺になんかあったらお前に任すよっていうふうにね、言っておくっていうのが任意貢献じゃなくて、これのね、書類をきちんと作っておくっていうところまでやっておかないと意味がないですね。もう、口だけの約束って、もう言った言わにしかならないので、まあ、そこをね、しっかりと、何やったかな、公的書類として作っておくっていうのと、あと法定貢献っていうのがあって、まあ、法定貢献っていうところがですね、もう司法書士、もしくは弁護士、社会福祉士、市民貢献人とか親族にお願いをするっていうね、状況で、これがまあ法定貢献っていう形になって、まあ僕この中でもね、まあこの辺ってなんとなくわかるじゃないですか。まあ社会福祉士っていう、資格であんま知らなかったんですけど、市民貢献人っていうのもね、あって、まあこれはね、貢献人になるための、こうね、なんかね、勉強試験みたいなのがあって、そこに通った人が市民貢献人にはなれる、こう、権利をね、持つっていうような形らしくて、まあ、これもね、市町村ごとに違うので、例えばね、小豆島町で、市民貢献人の、まあ、こう、資格をね、取りましたって言っても、それが、じゃあ、都の省庁の方に、どういったん、使えるかっていうと、それはまたね、都の省庁の、市民貢献人としての、こうね、資格みたいなのを取らないといけないって話で、あ、こういうのもあるんだなっていうね、思いました。大体は司法書士とか弁護士にやっぱ、お願いする方がまあ多いのかなっていうふうにな、思いました。で、
その中で、まあ、基本全部初めて聞いたんですけど、法人貢献っていう制度があって、それがですね、社会福祉協議会に、このね、貢献人をお願いするっていうこともできると。まあ、法人にお願いするっていう形で、基本的にはですね、これって司法書士、弁護士、まあ、社会福祉士で人にお願いするんじゃなくて、まあ、法人に、まあ、お願いするっていうこともできるらしくて、まあ、人がね、例えば社会福祉協議会やったら、まあ、担当が変わったりね、人が入れ替わったりするんですけど、まあ、法人として受けるので、基本的にはね、ずっと、まあ、同じ人じゃなくて、法人にお願いしていけるっていうところで、まあ、ちょっとね、こう、どういう方向で本人がね、お願いしたいのかっていうところも含めて、まあ、こういうね個人の方がいいのか、まあ、親族がいいのか、まあ、法人がいいのかっていうのはね選択できるような形かなっていうふうにね、思います。でね、これもねよく考えれば分かることなんですけど、まあ、私もね初めて、まあ、知らなかったんですけど、まあ、毎年ですね、その、法人貢献とかですね、法定貢献お願いすると、毎年家庭裁判所へ書類を提出せないかんと。それが、まあ、貢献等事務報告書ですね、財産目録とか預貯金通帳の写しとかですね、こういう、要は、企業でいう、まあ、決算書とかですね、そういう、まあ、個人で言うじゃない、法人で言う決算書とか、個人で言う確定申告みたいなもんですよね。を基本的には家庭裁判所へ提出しないといけないっていうところまでね。ああ、そうなんだと思って。こう結構ね、やっぱ当たり前っちゃこんなんやるわね。当たり前なんですけど、あ、こういうこともちゃんと毎年せないかんのやなっていうところで、一つね、勉強になったっていうふうにね、思いました。あと、まあ、その中でね、ちょっと、まあ、質問の中で出てきたんですけど、まあ、実際、何やったかな、法定貢献か、をお願いするために必要な書類っていうのがあって、もうそれがですね、もう結構厚みのある書類で、いやもうこれ書くのクソだるいだろうなと思うぐらいの量だったんですよね。で、まあそういうのをちょっとね、見たので、まあ最後にですね、もう一回そのね、書類を書く練習もしたいなっていうのをね、ちょっとその場で言わせていただきました。本当に、何かね、ことがあってやるときにもうクソだるいなと思うのが、ちょっと僕がね、もしやることになったら嫌やなと思ったので、一回ね、もう嫌でも経験しとったら、まあね、次ほんまに、ね、目の前に来たときに、ああ、一回やってるからもうこんぐらいやらないかんなっていうぐらいで、ささっとできるかなっていう、気があったので、まあそこのね、勉強会の中では、ね、次回もしやるんやったら、まあちょっとそういうね、書き方の、練習もしたいですねっていうね、お話をさせていただきました。まあ皆さんもね、ちょっとね、自分が、まあこう、いつね、認知症になったりするかもわからないですし、知り合いとかね、もう本当に、まあ、身体障害入ってないのかね、何かすぐね、障害出るっていう形もあるかと思いますので、こういう制度もね、ちょっとね、知っておくと、まあね、一歩先に進めたり、何かあって、周りにね、あった時に、そのね、相談にも乗ってあげれるっていう形になるのかなっていうふうに思いましたので、今回ですね、はい、成年貢献制度っていう形で発信をさせていただきました。はい、本日は以上です。どうもありがとうございました。